はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。物を持たなければ持たないほどなんか究極のミニマリズムなんだなみたいな、そういう風に思っちゃう人がやっぱいるっていうか、まあ、そういう風に受け取られちゃいますよね。あのテレビの言い方としては、まあ、視聴率を取るためにはこういった部屋を見せるのがやっぱりいい、インパクトがあるわけで、まあ、これを目指して、まあ、頑張った時期も僕はもちろんあります。でもですね、これを目指すがあまりですね、あるちょっとやばい状況になっちゃう人たちもやっぱりいるようです。一つ目なんですけど、まあ、先ほども言ったようにですね、まあ、物を持たないのがミニマリストだっていうふうに思い込んでですね、断捨離した後ももっと断捨離できるんじゃないか、もっと断捨離できるんじゃないかって言って断捨離を極める方向に行っちゃうっていう人ですね。で、実際ですね、僕に初めて断捨離という概念、ミニマリストっていう概念を教えてくれた、その天然石の社長さんはですね、実際今物を持ってないかって言われたら、普通に物はあります。ベッドだったりとか、冷蔵庫、洗濯機、あと洋服だったり。なので、今その物を持ってないわけじゃ全然ないです。はい、普通に物もあります。で、この動画見てる方もですね、なんかちょっとずつなんか思ってきたと思うんですけど、僕の部屋ですね、徐々にですね、物増えてると思うんです。あれ、なんかショッピンさんミニマリスト動画ってやってたのに、なんかカメラ買ったり、DIY 道具がなんか増えてません？なんか全然ミニマリズムじゃないじゃないですかって思う人結構いたんじゃないかなというふうに思います。でも僕はですね、部屋の中を、まあ、仕事に集中できる環境をにするために、これが必要だな、これが必要だな、これが必要だなっていうので、必要なものは、まあ、自分で作っていこうっていうので DIY をしています。まあ、確かに物は増えてます、物は増えてますけど、ミニマリストはごちゃっとした部屋はもうとはもう無縁ですけど、でも全然ない部屋でもないよっていう、まあ、そういうことです。で、2つ目ですね。で、これ僕も前はやっちゃってたんですけど、貧乏を正当化するためにミニマリストって言ってるっていうですね、これに関してはですね、僕も相当思い当たる節がありまして、まあ、今僕そろそろミニマリストが3年目になるんですけど、断捨離をしました。まあ、断捨離をした時はですね、もう全然お金もなくてですね、なんかビジネスもこううまくいっているような感じもなかったですし、で、断捨離した後に買えないんですよ、物が。欲しいものですね、もう50個ぐらいあったんですけど、それもですね、断捨離した後に一切買える状況じゃなかったです。ってなった時に、物を持たないミニマリストだもん、俺は買えないんじゃないんだ、買わないんだ、とか言ってですね、なんか変に言い訳していた記憶がありますね。そう、で、そういうことによって、その自尊心がこう、クッとこう持ち上がるんですよね。まあ、なので、すごい気持ちよくわかります、これは。3つ目ですね。3つ目は逆に不衛生になっちゃうっていうことなんですけど、まあ、どういうことかっていうとですね、例えばですね、あなたがミニマリストの人の家に行きましたと、ちょっとね、お手洗い借りましたと、で、お手洗い借りて、ちょっと手を洗おうってなった時に、あれ、石鹸は？こう、お風呂入りましたと、シャワー浴びましたと、シャンプーとボディソープは？ってなるわけですね。そこまでですね、やっぱ断捨離しちゃう人がいるわけですね。うん、物がないのと不衛生なのはちょっと別なので、まあ、学生の頃は別に不衛生でも全然いいと思うんですけど、社会人になって不衛生っていうのは致命的なので、そこはですね、ちょっと気をつけた方がいいかなというふうに思いました。まあ、例えばこれがですね、僕の家にある衛生面グッズなんですけど、これがまあボディソー、シャンプー、ファブリーズで無水エタノールに強力カビ取りで、ヒゲ剃り、ジェル、ワックス、ニーベア、これが足、これもうすごい、これすごい、ほんとすごいです。足の匂い、全然起きないです。で、これが、まあ、ドライヤー。まあ、こんな感じですね。まあ、普通に物はあったりします。けど、まあ、これは僕の場合は、こう、棚だったりとか、収納スペースにただただぶち込んでるって感じです。で、次ですね、欲望だったり、楽しみも断捨離しちゃうっていうことですね。これもやっぱありがちなんですけど、まあ、例えばですね、今はちょっと仕事で、仕事に専念したいから、フットサルに使ってる時間はちょっと断捨離しようって言って、まあ、仕事に専念したりとか、で、仕事が安定してきたら、フットサルにちょっと戻ろうみたいな、まあ、そういうのは全然いいと思います。ただただ断捨離するだけで、意気消沈しちゃうっていう人がですね、やっぱ中にもいらっしゃいますんで、
何のために生きてるのみたいな、そういう風になっちゃうんですね。まあというわけなので、貧乏だし不清潔だし活力もないしっていう人がいるから、まあ周りからですね、なんか貧乏人だとか宗教だとかっていう風に言われちゃうわけですね。もしですね、これからあなたがミニマリストちょっと興味あります、なってみようかなって思いますっていう方だったら、今から言うですね、ちょっと4つのステップを踏んでいただければなというふうに思います。まず1つ目はですね、まずはテレビの洗脳から解き放たれてください。物を持たないシンプルライフミニマリストっていうですね、そういったなんか物を持たないイコールミニマリストっていう固定観念を一旦外してください。で、2つ目ですね、とは言ってもやっぱりこう物が、周りで物がごちゃごちゃあると始まらないので、まずは断捨離をしましょう。断捨離の基準だったりとか断捨離の様子っていうのは、まあ、僕のですねチャンネルにまあいろいろ散りばめているので、それをちょっとご覧ください。で、3つ目ですね、さあ物が一切なくなりましたと、これから必要なものをこう買い足していくぞってなった時に、必要なもの必要じゃないものの判断基準っていうのが必要になります。で、それを、で、その基準を作るためにやりたいことだったりとか目標だったり、将来のビジョンっていうのを作っていきましょう。はい、なんかめっちゃ自己啓発っぽい感じになっちゃいましたけど。で、4つ目ですね、その目標だったりとかビジョンの達成のために必要なものだけを集めていく、買っていくっていうことです。もちろん初めは僕もそうなんですけど、その買って、ああこれ無駄だったな、これ失敗したなっていうのはもう今でもありますんで、なんか完璧にいくわけじゃないんですけど、もうなんか試行錯誤しながらやっていくわけなんですけど、でも僕もですね、着実に海外でのオフ会が近づいてますんで、はい、まあ、なので、ミニマリストな生活やっててよかったな、あとはそのなんかこうミニマリストを極める方向に行かなくて、やっぱすっきりした生活のためのミニマリストだよねっていう風に思えてよかったなっていう風に思ってます。なんか思うか思うか連呼してよく分かんなくなってますけど、はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、僕はですね、今はもうとりあえず、まあ、ライブ放送をするっていうことと、あとは、まあ、視聴者さんと海外でオフ会をするっていう、まあ、この2つですね、まあ、ビジョンとして掲げてこの動画やってるわけなんで、もしですねこのビジョンに賛同していただけたりとか、まあ、この動画がちょっとでも面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。